はい。えっと、沖縄のキャンプシュワブ拡張工事現場前で警備員がダンプに轢かれて亡くなった事故がありました。辺野古事故、抗議事故という名前がなんかついてますけども、これ産経新聞なんですけども、一人の女性が抗議活動していた女性が重傷。そして警備員が亡くなってるんですよね。えこの動画がですね、 これ産経新聞が動画を入手したということです重症女性飛び出す姿動画入手、はい、町議会で閲覧することになったそうですよはい読んでいきましょう 米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に抗議していた女性を制止した警備員が6月ダンプカーに巻き込まれて死亡した事故で現場付近に設置されたカメラに事故に至る状況が映っていることが10日明らかになった産経新聞が関係者からカメラの動画を入手し確認した県議会は11日土木環境委員会で委員がこの動画を閲覧する方針事故は6月28日辺野古 設工事に使う土砂を搬出する名護市安房の桟橋前の路上で起きた桟橋から左折して国道に出ようとしたダンプカーが同市の男性警備員47歳と抗議活動中の70代の女性に衝突警備員は死亡し女性は重傷を負った関係者らによると死亡した警備員は当初重傷を負った女性とは別の抗議者に対し路上で対応していた 動画には警備員がこの抗議者を歩道に誘導したが歩道後方から足早に近づいてきた女性が警備員と抗議者の間をすり抜け徐行しながら国道に向かうダンプカーの前に出る様子が残されていた 警備員は女性を制止しようとダンプカーと女性の間に割って入る形となりそのままダンプカーの左前面に衝突10秒ほどの出来事だった関係者は明らかに女性は警備員の制止を無視して飛び出している 警備員は女性をかばうような形でダンプカーに巻き込まれたと証言した。県警はカメラ動画の解析を進め、詳しい事故原因を調べている。一方、事故現場で牛歩による抗議活動をしていた市民団体のメンバーによると、重傷を負った女性は、あえて飛び出したわけではないと説明。この市民団体と連携するオール沖縄会議は、7月、2人がダンプカーに巻き込まれたのは、車両乗り入れ部と呼ばれる歩道部分で、 あくまでも歩行者の通行が優先される場所だったと主張する資料を公表していたということです。ですから いろんな抗議して、このダンプが出たり入ったりするのを妨害しようとする人たちがいるわけですよ。で、まあ衝突事故とかあったらいけないので、まあ警備員を配置しているわけなんですけども、で、一人がわー騒いで、戻ってください、戻ってくださいってって戻らして、やってるうちに別の女性がスーッと二人の間通って、ダンプの前に出て、ダンプが出るのを妨害しようとした。それで危ないですよ、危ないですよって言って、その警備員がそのダンプと女性の間に入ったところを衝突し、まあ 女性は骨折したらしいんですけども、えー、この警備員は亡くなってるんですよねこの警備員の遺族がひどい中傷を受けてるらしいんですよ例中 <laughs> 読んでいきましょう 事故現場となった辺野古移設工事に使う土砂の搬出口周辺では移設に反対する市民団体のメンバーらがダンプカーの前をゆっくりと横断して抗議する牛歩戦術が続けられてきた今回明らかになった動画によって抗議者の女性がダンプカーの前に飛び出した可能性が高まった これまで抗議者側は女性は飛び出したわけではないとの姿勢を崩さず安全に配慮した抗議運動を尊重すべきだとも主張していた。また、骨を折る重傷を負った女性が骨は折れても心は折れないとの言葉を残し バカじゃないのこいつ本当に <laughs> 市民らが勇気づけられたとする地元報道もあるこうした状況に警備員の遺族は今まで一番憤りを感じる記事だった本当に本当に許せないしとても辛いと心を痛めていたとされる今月4日の県議会の一般質問で遺族の思いを読み上げた自民党の島袋県議によると警備員の妻は 報道や SNS では、被害者に火はなく、火があるのは強引な警備などではないかとの誹謗中傷がほとんどと振り返り、妨害行為が問題ないことにされ、家族の死がなかったことのように扱われた、精神的につらく心を痛めていたと伝えてきたという、動画には徐行するダンプカーに近づく女性と女性をかばうように制止しようとする警備員の姿が映っており、抗議者側の主張は崩れつつあると。 これは徹底的に追ししてほいですねこの女性がね妨害しようとしていきなり飛び出していってでその人が一人怪我するだけだったらね 危険な抗議活動はやめなさいよと、自己責任ですよってことで終わったかもしれませんですけども、いきなり飛び出した女性に危ないですよって言ってね、かばおうとした、そこでぶつかって、この警備員の方が命を落としてしまったわけですよね。はい。この女性のこう危険なね、妨害活動がなければ、えー、この警備員は命を落とすことはなかったわけですよね。まあ、殺意があったわけではないですから、女性にね、何か殺人罪が適用されるなんてことは甚だないですけれど そういう危険な行動を取ることによって、ね、もし怪我人が出たとしても、えー、仕方ないというふうに思っていたとするならば、まあ、密室の故意で、ね、殺人罪はないとしても。 えー、危険な行動で誰か怪我しても私は知らないわよっていうね、えー、ということがあるならば、まあ、本来警察が対処しなきゃいけない話なんですよねただね、えー、自動車と人間の衝突の場合誰が悪いってこれ明らかであの運転手が100%悪いことになってますから、えー、どんな状況であろうとも人を引いてはいけないわけなんですね運転手はだから一応この <laughs> まあトランクの運転手の業務上過失致死ということになります。えー、なのでこの女性に刑事責任をね、どこまで通れるかということですけども、非常に危険な攻撃活動をしていて、いきなり飛び出して、そして自分が当たって骨折してるわけですからね。それを防ごうとして、間に入った警備員が命を落とした。ですから、 まあ、何らかの責任はこの女性にあるはずなんですよね。で、一応この団体の方は危険ではない、安全な抗議活動をしてましたって言うんですけども、こういう言葉に騙されてはいけないんです。私ね、このキャンプシュワブ前行きましたけどもね、なんかこの、えー、秩序を守ってね、行う行動とか言ってますけど、まあ、本当にもう、もうどう見てもチンピラみたいなことやってんですね。で、例えば何やってるかというと、行動であるにもかかわらず、もうね、 あの路中とかひどくて、まあ、勝手になんか小屋みたいに建てたりとしてあれ完全に道交法違反ですよそして出てけとかやめろとか馬利、まあ、雑言の、ね、旗とかがうわー立っててそれでそこを通る車を止めてねおいお前どこに行くんだっていってもうほとんど山賊ですよねこれ公道 <coughs> を走る車を止めるということはこれは不当逮捕なんですね 嫌だったら、その場立ち去るのが自由なんですけども、立ち去ることができない。どこに行くのか家と言わない限り倒産ぞってやるわけでしょ。これは、もうあの、山賊と一緒で、やってることは不当逮捕なんですよね。あの、監禁ですよ、これ。お前どこに行くんだって家に帰るって、家はどこだって聞くんですって。私が聞いた、ね、聞いた話ですけども、若い女性がね、車で通ろうとして、おいお前どこに行くんだって家どこだ教えろって言われて、 怖いですよね、PTSD になっちゃったっていうんですよ、もう本当にね、もうね、柄が悪い、もう暴力団か、チンピラかみたいな、法律破るなんか関係ない、中国の愛国無罪と一緒で、基地反対無罪。 基地反対の活動だったら、同行法違反だろうが、もう刑法、刑犯罪の違法に触れようが、関係ないと。俺たちのこの行動が神聖なものだって言ってね、やってるわけですよね。で、これをなんで警察が取り締まらないかって、これ私、あの、沖縄のね、あの、県議会議員に聞いたんです、自民党のね。そしたらね、こう言ってました。武田さん、沖縄県警のトップって誰だか知ってますって言って、ああ 大長じゃないかってね。で、その後ね、えーで、玉木デニーになりましたけども、ええー。だって、基地反対の台風の目にいる人たちですから、それが県警のトップなんですよ。ええー、そう。だから、沖縄県警も、まあ、だって、親分がね、基地反対って言ってるわけだから、基地反対をあんまり厳しく取り締まるわけにもいかず。 そこであんまり厳しく取り締まっちゃったらね、出世にも影響があるかもしれませんよね。だから取り締まる県警のトップが、ね、知事なわけですよ。だからもう、猫に魚の番させてんのと一緒で、ほんでも機能するわけがないんですよ。<laughs> はい。そういうめちゃくちゃな状況を見て見ぬふりをしてんですね。もし知事が半吉でなければ、こんな違法なこといかんと。 なんだこのね、違法駐車場と、取り締まれって言って、パパパッと駐金貼り付けていったら、もう誰も止めなくなりますよね。だから、こういうね、この女性がね、骨は折れても心は折れないとか、そういうつまらない話はいいんですよ。人が死んでんだぞって話ですから、何の反省もないですよね。だってね、怪我人とか出ないように警備するのは警備員の役割ですよ。いきなりね、え女性がバーダンプに行って、危ないです危ないですって言って、 で巻き込まれたわけですからねダンプの前に走り寄っていかなかったら、はい、この警備員は死ななくて済んだわけですから骨は折れても心は折れないええー、何を言ってんだって話でしょはいこれもね県議会でちゃんと問題にしてちょうどいい具合に今自民党がこの前の選挙で勝って沖縄の市議会をの与党になりました ちょっと前まであの自民党野党だったわけですから、えー、与党になってるんですね。だからこれは、えー、ちゃんとどういう抗議活動が行われていたのか、えー、この女性にね、えー、なんか問題はなかったのか、県議会として検証していただきたいと思います。何が骨が折れても心は折れないだと。えー <laughs>